鈴木春悦は、日本の政治家。民主党の元参議院議員。秋田県秋田市出身。中央大学附属高等学校、中央大学経済学部卒業。学生時代から SF ファンとして SF 同人誌を主催するなど、活発に活動。現在も、秋田 SF 研究所特別顧問を務めるほか、SF 大会などにゲストとして参加。高千穂春 長い号らと交友がある。1971年4月に秋田テレビのアナウンサーとして入社、記者やニュースデスクを経験したほか、数ズ市の黒また山の学術調査に携わり、これについての本を出版する。2004年1月に退社して、同年7月、第20回参議院議員通常選挙に、秋田県選挙区から民主党と社会民主党の推薦を受け、 無所属で入り候補して初当選する。当選後は3年間にわたり、完全無所属を貫いてきたが、活動の幅を広げたいとして、選挙時に推薦した社民党や連合の了承を得た上で2007年9月5日に、会派、民主党、新緑風会へ入会した。2009年7月に、民主党に入党希望の意向を表明するが、同東秋田県総支部連合会の、 常任幹事会では今まで秋田県の民主党と一緒に活動した実績に乏しく直ちに入党することには常任幹事の中に異論もあるとして第45回衆議院議員総選挙の後に結論を持ち越した。同年8月の総選挙の後民主党幹事長小沢一郎の要請を受け10月20日に他の民主党系の無党席議員と共に民主党本部へ 入党届を提出し、10月22日に了承された。2010年7月の第22回参議院議員、通常選挙に秋田県選挙区から民主党公認で再選を目指し、出馬したが、自由民主党の石広志郎に敗れ落選した。2011年4月の第17回統一地方選挙では、秋田県議会議員選挙の秋田市選挙区に無所属で立候補したが、 落選した2019年朝日中受賞受賞。ありがとうございます。